はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。リアルタイム対戦フォースアニバーサリー杯やっていきたいと思います。現状ね、オリハルコン1に来ております。前回の動画の最後がオリハルコン1から2にまた落ちちゃったところで終わったと思うんですが、やってない、動画上がってない期間に1回だけね、ミッションのためにやった時に勝てたので1に上がったというところなんで、前回の続きということは変わりません。で、今週からウェイト230ということで、先週までの速攻パーティー、速攻パーティーも結構良かったね。なかなか勝率良かったと思うよ、あれ。なんですが、もともと好きなね、形の、やっぱりカウンターで返していく形、このパーティーで今週はやっていってみようかなと思います。で、今週に関しては、明日から実装される、ガチャの、オーレンの、ゾンビの異様強化になってんのかな、になってますという感じですかね。あとは何かありますか。あとコメントですね。コメントいただきました。リナさんがレジェンド、もちろんギルメンですね。いけたということでおめでとうございます。私もね、頑張ってやっていきます。それから、最後のね、試合が勝てたんじゃないかなというご指摘もいただきました。まあ、年のせいでね、集中力が保ててないんで負けてしまうのもいくつかあると思いますが、そこはね、多めに見ていただけたら、そこも楽しみながら、ガチでやっていくというよりかは楽しみながらやっていきたいリアルタイム対戦となっております。で、先週までのね、ちょっと対戦相手見ると神とか多そうだから、神のあの最初の十字のさ、あれってまずいよね。このタイプの相手が、はい、対戦よろしくお願いします。だから上回って落としていく。だから結局速攻パーがもう今後そうなのかなって思っちゃうんすよね。123、これ届かない位置だからありがたいけど、12、届かない位置だからありがたいけど、これジャミラスで引っ張られてガツンだったら、まあ、このポッチがあるからあれか、あれだけど、で、これどうせあれだろ、ここはジャミラスとあれをやっていきたいね。ぐるんぐるんで、デスローとかいう技でここは落とす。で、仲間呼んでのカミューとかでもいいんじゃないかなって思ってますけど、どうですか。射程3で置けないんだよな、でもな。ここになっちゃうんだよね。あ、ちょっと待って待って。こっちがいいわ、やっぱり。捨ててこうで多分ね、カミュー落ちないから、これが一番いい。おお、次右にずれてドレアム呼びって感じですから、多分ね、そうだと思います。で、これが入らないようにしたいんだよな。こっちの方にしとく。そうすればピサロも前に出ざるを得ないから、もし入れたいとなったら、あの枠から。こっちからか、ここか、ここからだとドレアムしか入らないから、ね、そのカバーの範囲から外れることになるから、そこを狙っていきたいのは狙っていきたいね。こっち来て神様狙っていくパターンがありかなって思いますが、どうでしょうか。カバーから来るかな。ここはなんとか頑張って落としたいところですね。ぐるん、いや、それ入るってマジ!おかしいんだよ、それ!どんなだよ。めちゃくちゃ嬉しい。よし。いや、神じゃなくて海賊神が来た時に麻痺取られて
追撃のやつが苦しいかなって思ってんだよね。だ今後ね、このピサロナイトがもうダメになってくる気がする。でも速攻パーがさ横行している中でさ、流行ってる中でさね、じっくり耐えて返していくっていうのが気持ちよくないですか速攻パーの天敵だから、それが気持ちいいんだけどね。はい、対戦よろしくお願いします。順番だね。で、私の視聴者さんにはやっぱり神様推しがいるからね、神様ファンがいるからね、神様使っていかないとね。グラクロウ、オッケー。あ、これマーム強いよなマジで。これ耐えきれるか。やべえ、次も入るよ。だってあ、耐える。よし、弾切れたな、マームくんよ。弾が切れたようだね。ぐるん、ドリアムから行きたいな正直。あ、こんぐらいね、こんぐらいは OK。 OK、 怒りのでここは眠りでいいっすね正直ね。正直眠りです。で次やられるかな、天罰。これにしとこうかな。ロイヤルソード、あー、やっぱやられるのか。苦しくなってきたねこれ。天空竜で落とせる。で、マーム射程に置きたいんだけど、ダメか、置けないか、マーム射程には。じゃあこれでいきます。そして落ちるか、これでいきます。で仲間呼び、かばう、天罰、もしくは捨ててこ。捨ててこは半減、天罰いきましょうかね。天罰、はで次天空でね落とせますね。全然必殺打ってこないんだね。必殺いつくんだろうと思ったけど、はい、対戦よろしくお願いします。ブチュチュンパの範囲じゃないところにね。順番はピサロから
そやろから、うん、これはまあいいっすね。うわめっちゃ削られるやん、本当に本当に。明日からあれだ、魔性王がこの役目だね、ギラのだ。ドリアムに刺さるよ、これ頼むぞ。よし、いやいやいや苦しいね。苦しいね。落ちるかな。いや落ちる気がするんだよね。落ちる気がする、次のアンルシアで。しかも神さん魅了取られ、あれ魅了だっけ、あのこの子の技なんだっけ、4マスの、あ混乱か。でこれで神様でも落ちる気がするんだよ、次の剣戦で。こんなん取れるんだよマジで。いやー苦しい、それにしても苦しいわ。エスタークでうちか、ブチュシュの後か。オッケー、オッケーでもないんだけどな。苦しいは苦しいね。いや苦しい逃げてる、ブチュジュンパから逃げてるよ。あそっち狙うか、やめて。あー神様落ちる、やべ次スタッフからか。シュゴンでこのグルンでスタッフ落とす、会心込みで。頼むよ。よしよしよし、オッケー。いやもうないだろ唾液が、しかもミス、しかもミス。じゃあグラクロで一番痛い技でいってやろう。2075、魔性王がこんだけ早ければいいけどね、素早さがね。うん、そしたらもう5突する価値はマジである。3突ぐらいまでは多分ね、あのミッションでくれるはず、運営が。だからあと何体分 ?30 体分?30 体分 ?2% のドロップ率を頑張るってやつね。貫突じゃなきゃ使い物ならんかな、あいつは。いやそれから指揮者の神殿どうですか皆さん。はい対戦よし、ここはね多分勝てないと思うんだよね。うん、最初に食らって麻痺食らって、まあ、次に来るわけじゃん。そっ、あしかもさ、もうピサロ出てから無理だね、この構えがもう無理。しかももう落とされるよな。だこれに勝つにはもうマルティナなんだよな、3突だったら勝てるから。でもここは右を、まあ、ここは前出て邪魔しながら右を打てばいいわけじゃん。うん、これが辛い。海賊神谷。で、うん、イオもきついからね。で、移動封じとか食らっちゃうの。あ、そっち来る。あの十字みたいなのじゃダメだったのかな、ちょっと分かんないんだけど。十字のこれこれこれ、カラミティファング猛毒麻痺で、仲間がさいればいるだけ通撃するんじゃなかったっけ、強襲モード。
テンション、ああ今回ジャミラスいないからどうすんの、神をどうすんの、どうすんの卑劣、あ卑劣すぎるよそれは、やめてくれ、老いぼれなんだから、うちの老いぼれをやめてくれ。よし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 、いやもう遅い、腹痛が出たからにはもう遅い、いやこれね、でもねダメなんだな、これでいいか、あそうやべ、神様にぶち込んじゃった神様にぶち込んじゃった、でまひってるからもういいな、そのまま行ってくれ、あー卑劣、そうかそうなるか、ここはもう麻痺入れてきますよね、このカバーに入られながらあれで十分だもんね、開始比中1671で、いよいよが苦手だからここは落ちますね、おお、まあこの子で落とせるか普通に、うん、はい、だから麻痺無効の開幕カバウ持ちが今後欲しいですね、さすがにちょっと増やしてくんないかな、はい対戦よろしくお願いします、まあ一緒ですね一緒ですね、これゲマが早いのかな、あーしかもオートっぽくてありがてえ、でも海面に対してどうすればいいかな、バギドルマバギドルマバギドルマな、剣戦、いや、あバギだから神様入りすぎじゃない、いいね、神様入りすぎじゃない、麻痺当倍高確率だっけ、高確率か 60% か、いやーしかねえ、どんぐらいダメージ入るんだろう、あー落ちきらんのか、落ちきらんすね、ええあ切れたか、今なんか切れたな、切れた方だよね、強襲モードみたいなの切れた方なんじゃないの、5人いてこその強さなんじゃないの、で次は確率はもう麻痺止まっちゃうからな、でのあのまた三河勝負になっちゃうか、
これぐるりんとってほしいな。 40%60%。 あ、三河市あれだ、 20% に変わってるわ。うん、これ止まってしまうね、しゃあないね。でグラン、これまずまずそれ、まずそれ、オッケー。でデスロー、これ入ってくれ、頼むよ、入ってくれよ。あーもう、ダメっすね。いやそれにしても海賊仮面みんな引いてるね。マルティナより引いてる気がする。さっき海賊仮面どこにいた？左上だった。これ配置をさ、右下にするか左下にするか悩んだんだけど、右下に変えようかな。なんかさっきもそれでやられたよね。左上にだよね、確かね。はい、対戦よろしくお願いします。あ、向こうのが早いわ。結構早く持ってるね、多分素早さ。まあどれもテンション取ったとて、ピサロナイト落とすので精一杯だろう。そうですね。ここはドレアも行くか。あの顔前出てくるかな。出てくれば休み。あ、半減だっけ。あ、貯弱じゃなかったっけ。あ、よかったよかった。スカラ、ドレアムから行きたいかな。こうなってくる、でもテンション取れてないからな、ちょっと辛いかな。引っ張ってくんないかな、手で。あー、あ、連れ戻すって。いや、こっちカバー必要あるのかな。普通に展開だけをドレアムに入れてやってもよかったかもしれないね。まあいいや、出るか。あ、やべ、攻める攻める。展開守り、これでいいや。うん、しかも神様も入らない。でテンション配りからのデスル来るね、これね。あー、さっきそっちか、よかった。これ一歩前か、一歩前じゃどれも落とせないから、ゴレムちゃんは落とせないから。どうだ、どうする。あー、そっから、そっからか。ちょっと待って、いくつになった？
会心引いてもよくないか、会心引いてよくないか、いやーこれ、どうする、いやー苦しいなー、MP そろそろないだろう。MP そろそろないだろう。262バチコン来て追撃って感じか。追撃って何回するの、その場所からできるんだもんな。熱いよな、なかなか射程だよな。頑張れ頑張れ、次必殺撃てるから、そこであの顔落とせないかな。テンション怒涛の羊、頑張ったんだね集会、諦めましたよ私は。いやこれ落ちるか、こっち側に行って魔物化だけ落とすパターンで来るか。いやそうしなくてもあれか、ロダリーがいるからな。あーやっぱ落とすパターンできたか、テンション切れたでしょ。だからここであれだね、止めれるね。これは打ち込まないで、多分ヒール自分にするんじゃない、自分込みで。グルンからのグラクロはどう、グラクロ、グルンからの確かバイ聞くだろ、聞くんすよねやっぱり。で止めれるから、神様やっと来たよ、やっと来ましたよ神様。こう言ってもよくないか、止めるか、欲張っちゃいかん、いや何それやめてやめて、お勝負あったかな、うーよかった勝って、明日からいよいよ神殿が来るんで、御殿場いよいよ来ますね。誰が最初に PVP で使うかが見ものですね。最初のうちはもう誇らしいよね、優越感に浸れるよね、ラルゴとかさ出てきた日にや、レドクリムがカバウなんかしちゃった日にや、あの HP だから結構カバえんじゃね、ダメージ軽減もあった気がするからね。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。